日本の、いや世界中のプロレスファンが待ち焦がれました世紀の祭典。館内はもちろん超満員でございまして1万3000人と発表されました。リングサイドには力道山ゆかりの深い各界の名士がずらり顔を並べております。力道山が亡くなられたのが38年の12月の15日、今年のご命日が13回忌でございます。池上本門寺の記念碑には力道山先生、本名桃田光弘、九州大村出身、1951年プロレス界に各界より転身、以来研鑽鍛錬、また多くの門弟を養成、後進の道を開き隆盛をもたらすと記されておりますけれども、その門弟でございます、世界のジャイアント馬場選手を中心に開催されました力道山13回忌追善特別大試合でございます。これより超満員の会場、いよいよ時間無制限一本勝負、頭突き世界一を決めます大木金太郎対アブドラザ・ブッチャーの一戦が行われようとしております。未亡人の桃田恵子さんでございます。さてリング上ちょっとご覧いただきましょう。元 NWA の世界ヘビー級チャンピオンのハリー・レイス選手、もちろんオープン選手権に参加しておりましたけれども、大会の5戦目にこれから試合を行いますアブラザ・ブッチャーと対戦をいたしまして、これは岐阜で行われた大試合だったわけですけれども、2階の席まで両選手が駆け上がりまして、お客様の椅子でブッチャーがこのハリー・レイスを打ちのめしました。ご覧のように左の肩を脱臼しておりまして、残念ながらオープン戦線は途中棄権でございます。5日目を迎えるまでこれまで勝ち点3を挙げまして、もちろん優勝戦線の一角でしたハリー・レイスは今やってまいります。アブドラザ・ブッチャーに左の肩を脱臼されました。さあその世界の石頭アブドラザ・ブッチャーがゆっくりとやってまいりました。ハリー・レイスに打ちかかります。さて解説の山田さん、はい、ハリー・レイスが危険のですね、ああやりましたね、肩が外れてますからね、外れてますから危険ですね。挨拶をしている最中に今アブドラザ・ブッチャーが襲いかかりました。さあ大木金太郎が今やってまいりました。大木金太郎がやってまいりました。ハリー・レイスは先ほどからお伝えしておりますように左の肩を脱臼しておりますので大変危険です。山田さんこれは大変危険なことですね、大木も怒りました。ブッチャー外に逃げました。ブッチャー外に逃げております。東の大関ファン投票第3位で選ばれております。あの右手は利き腕でありませんから、すごくねかわいそうですね。そうですね、こういうことはちょっとね、はい、試合の前ですからね、せっかく断りを言ってるんですからね。今日は清掃でリングに登場しておりましたハリー・レイスですけれども、もう真っ白なワイシャツがもうズタズタに裂けました。これを睨みつけますアブドラザ・ブッチャーでございます。ああ痛そうですね、痛そうですね。もっと山田さん額もまたちょっと切れたようですね、血が滲んでますね。後ろもブッチャーですからね、さあこのハリー・レイスをいたわります大木金太郎ですが、大木金太郎そしてハリー・レイスをじーっと睨みつけておりますアブドラザ・ブッチャーでございます。大木金太郎にも恨みを買っております。ジャイアントシリーズの第一戦でジャイアント馬場と PWF のタイトルの挑戦が決まっていたわけでありますけれども、大木対馬場の試合のために不意にされた一件があります。さあまたしても襲いかかりましたアブドラザ・ブッチャーです。相手はハリー・レイスだ。大木金太郎はまだ手を出しておりません。あ金太郎が挑戦に行きました。掴みかかりました大木金太郎選手が、あ相手も頭突きを出した、一歩交代アブドラザ・ブッチャー一歩交代であります。時間無制限の一本勝負で行われますが、大木金太郎の頭突きが炸裂いたしました。さあ超満員の日本武道館はもう大変なあれようでございます。お客様が波の上にずーっと後ろに下がりました。大変な一戦になりました。今の続きね、完全に決まってますね。そうですね、すごい勢いだったですね。リングサイドの椅子はもうすでにめちゃくちゃでございます。いや大木選手はハッスルしてますね、はい、ハッスルしてますね。さあリングに上がりました大木金太郎でございます。大木金太郎が先にリングに上がりました。これを伺いますアブドラザ・ブッチャーです。なんといっても山田さん、時間無制限の一本勝負ですからね。そうですね、今、ね、ゴングが鳴りました。正式なゴングでございま す、ね、世界一の頭突きを決めるべく行われております。力道山13回忌特別大試合、さてどちらに軍配が上がりましたか。大変な試合を迎えました。両者睨み合います。がっぷり四つに組みました。おっとブッチャーが頭突きを見せた。今度はいった韓国の猛虎大木金太郎好調です。低
カーエースではジョッキングが100回、そして腕立て伏せ、腕立て伏せを200回やっておりました。非常にね、大木選手角度よく打ってますね。打ってますね。しかもね、大木選手の続きでね、はい、うっちゃんがダウンしてますからね。そうですね。また組み合います。両方の手を振りほどいて下から潜り込むようにして近距離からの頭突きでございます。大木金太郎です。激しい頭突き攻撃を見せております。大木金太郎です。何しろこの山田さんね、頭突き1本で11年のプロレスキャリアですからね。今度は後ろからだ。あっと早くもアブドラザブッチャーのズタズタの額がから一筋血が流れてました。日本武道館、はい、お客様はもう大歓声でございます。興奮のるつぼどかしました。最初の一発でしょうね。そうでしょう ね、あれで割れたんでしょう。そうでしょうね。今度はサイドからのヘッドバットであります。大木金太郎、非常に好調でございます。力道山の弟子になったのが昭和34年、ジャイアント馬場選手は昭和35年。さあもう一回激しく襲いかかります。アブドラザブッチャーに襲いかかる。サイドから、正面から、今はサイドから打ちました。頭突きのラッシュであります。頭突きのラッシュ返り血を浴びまして、大木金太郎の額の部分が返り血でありますが、あと耳を切りましたね。耳を切りました。流血戦になりました。大木金太郎か、それともアブドラザブッチャーか。大木金太郎構成、今度は後ろからの攻撃。金太郎構成です。非常に理想に絡み合っています。ダウンだ。ブッチャーダウン、外に逃げます。ブッチャーが外に逃げました。リングの中は大木金太郎です。インターナショナル選手権者であります。大木金太郎構成であります。いや大変な一戦です。今のところ完全にリードを奪ってますね、はい、そうですね。さすがのブッチャーがね、もうなんかね、フラフラですね。そうですね。日プロ時代にもこの大木金太郎対アブドラザブッチャーの一戦は数々ありました。特にワールドリーグ戦で戦いましたアブドラザブッチャー戦、これも勝負の蹴りがついておりません。因縁の対決といえます。ロープに飛ばした、ジャンプ一番出ました。大木金太郎得意。今度は一本足の頭突きです。ボディにも打ち込んだ。激しい当たりを見せる大木金太郎。ジャンプ一番、正面から強烈な頭突き攻撃であります。大木金太郎のヘッドバット、黄金のヘッドバット炸裂しています。正面から堂々と頭突き一本でいってますね。そうですね、本当にね、他のことは全くやらないですね。もう一回正面から、何度打ったか分かりません、数え切れません。大木金太郎、あーっと飛び上がって後ろから打ちました。これはもう考えに考えた挙句の作戦でしょうか。そうでしょうね、しかしね、逆に言えばこの大木のね、これだけの続きをあれだけ数を送ってまだ立ってるピッチャーの執念ですね、はい、そうですね。このタフさ、大変なもんですね。身長の差は1センチ、アブドラザブッチャー186センチ、大木金太郎185センチ。おっとブッチャーに捉えられた。ブッチャーも行きます。大木選手、あれは返り血ですか、切れたようですね。切れました。鮮血がにじむ、鮮血がにじみます。大木金太郎これに噛みつきに行きました。アブドラザブッチャー激しい攻撃であります。がファイトを展開しているアブドラザブッチャーであります。サイドヘッドロック、ロープにしがみつく大木金太郎。負けじと行く、いった。激しい流血になりました。ジャンプ一番、サイドヘッドバット、これは決まった。今度は正面から抑えた。あっとエルボースマッシュとなりました。アブドラザブッチャー場外に飛ばします。セカンドロープから大きく空を描きまして場外に投げ込まれました。追います、ブッチャーが追います。この試合のレフリーは NWA のオフィシャルレフリー城樋口です。城樋口も場外に出ました。本部席に、いや新聞記者席の真っ白い布が真っ赤になりました。激しい一戦になりました。本部席の方にやってまいります。力道山の長男であります桃田義弘リングアナウンサー、今日は涙の呼び出しを行いましたけれども、ね、その本部席に打ちつけました。木槌で叩いてますね。そうですね、小槌で打ちつけました。大木金太郎もハッスルしています。かなりもう興奮状態です。お客様が一斉に後ろに下がります。左右に後ろに下がりました。もう到底凝視できません。すごい流血戦、頭突き対、今ブッチャーはパンチを出しています。ブッチャーが大木選手の頭を取りました。おっとダウンしたのはアブドラザブッチャーだ。アブドラザブッチャー倒れましたが、スッと立ち上がる。大変なスタミナですね。そうですね、まだまだスタミナ蓄積しています。アブドラザブッチャーもう完全にお客様がいなくなりました。左右に分かれていますが、両者リングアウトの、これ以上やらしたらね、そうでしょうね、プロレスはこの試合じゃないですからね、はい、ゴングを要請した模様でございます。やはりね、ルールのあるねスポーツですからね、はい、もうこれはこれ以上やらしていけません。桃田義弘リングアナウンサーが今ゴングを打ち鳴らしています。ゴングを要請したのは城樋口レフリーですが、まだ攻撃の手を休めません。両者激しい流血だ。まだ試合をやめません。大木金太郎もエキサイトしています。も
ちろんアブドラザブッチャーも主催としています。まだ正式なアナウンサーを行われていませんが、両者を取り巻くイスラムの空席であります超満員の一番参加人の日本武道館、皆様がどよっと左右に分かれました。あっとアブドラザブッチャーが行く、ブッチャーが行きます、のど締めに行きました。これは大きい太郎も叶えません。がっちりと状態を預けているのはアブドラザブッチャー、ジョー樋口が、あっと、あっと、ジョー樋口に暴行を加えました。鼻から持ちを流す大木金太郎、またしても淀にかかる上皮口レフリーも顔面を押さえています。喧嘩じゃありませんからね、山田さん、そうですね、話のように ね、 本当にね、もうやめないといけないですね。もうはっきりね、ルールで両者リングアウトになってますからね、はい、そうですね、みんなが言って止めないかんですね。そうですね、全日本プロレスの若手選手が何とか止めようとするんですが、それはもう容赦いたしません。激しい流血であります。大木も立ち上がった、またしてもヘッドバット、これは効いたぞ。今度はエルボーを見舞います、アブドラザブッチャーです。激しい一戦、もうお客さんもびっくりしたような、おっかなくてそばには寄れません。大変な一戦になりました。世界一の頭突き合戦であります。両者リングアウトが告げられてますね。そうですね、もうやはりね、これはルールとしてはっきり決まっていることですからね、はい、なんとしても守らせなきゃダメですね。そうですね、とうとう山田さん、決着はつきませんでしたね。そうですね、まあ、こういう、ね、両者流血、はい、まあ、大勢ですね、非常にリードを奪ってたんですが、期待を割られてからですね、はい、やはりちょっと続きは打ち込みになったんですね。そうですね、この日本の韓国の流血も大きく太郎のファンもたくさん詰めかけています。オープン選手権では人気投票第7位、東の小結びを張っています大木金太郎でございます。韓国におきましては大木金太郎行くところ黒山のファンが群がるほどの韓国マット界のヒーローでございます。大木金太郎よくやりました。それにも増しましてアブドラザブッチャーもよく戦いましたが、結果はリングアウトという結果に終わっています。いや、大変な一戦で若手大仁田選手、サムソン楠和田選手、それからグレート小塚選手、ミス平井選手、一斉にこのアブドラザブッチャーを止めにかかっておりますけれども、寄せつけません。またしても行きます。またしても行きます。日本武道館の一番最高峰の席もめちゃくちゃになりました。1階のフロアはもう完全にもうめちゃくちゃですね。そうですね。大変な一戦が行われています。ね、大木選手ね、本当にひどい位置ですね。ひどい位置ですね。さあ、桜田選手あたりがたまらず大木金太郎選手を控室の方に連れ戻そうとしております。ガードマンも出ました。どうやらたくさんのおまわりさんも出ているようでございます。日本武道館超満員1万3000人入りました。追善工業、大変な一戦を迎えております。あ、アブドラザブッチャーがまた来ますね。そうですね、リングのそばに来たのは大木金太郎選手です。また近い距離にアブドラザブッチャーがおります。あっと、あっと、力道山の長男桃田義弘リングアナウンサーにエルボーバットを見舞いました。そしてマイクロフォンを持ちまして桃田義弘リングアナウンサーに飛びかかりました。あっと、今日は力道山の13回忌です。なんていうことをするんでしょう。力道山のご長男桃田義弘リングアナウンサーの期待が割れました。アバザラズブッチャーもう強靭です。これには怒った、これには怒りました。大木金太郎が怒りました。大木金太郎怒りました。もう無茶苦茶です。桃田義弘リングアナウンサーを敵と見ましたか。激しい一戦になりました。これはいけません。リングアナウンサーに手を出してはいけませんよ、山田さん。そうですね、これはいけません。桃田義弘リングアナウンサーの額がもう真っ赤、真っ二つに割れています。アバザラズブッチャー狂ったようにこれを追いかける。若手選手も必死で止めようといたしますが、全く手がつけられなくなりました。ババ選手が出てきましたね。あっと、世界のジャイアントババがやってまいりました。今度はババと睨み合い、ババと睨み合いであります。大変な一戦になりました。大木金太郎選手の姿は山田さんどこでしょうね。そうですね、ちょっと見えないですね、ちょっと見えないですね。今ババ選手と睨み合いですね、はい、勝負はリングアウトとなっております。決着がつきませんでした。ジャイアントババが入ってまいりまして、アブドラザブッチャーを睨みつけます。その対決も大変な一戦になりますからね。さすがにね、ババが出てきたらブッチャーはちょっとね、ちょっとひるみましたね、ひるみましたね、はい、おっと、ゆっくりと前進、一歩前進しました。ご覧いただきましょう。もうズタズタの額が真っ二つに割れています。すごい流血になりました。アブドラザブッチャー睨み返して、今どうやらおとなしく控え室の方に戻りかけます。お客様が左右に分かれます。大変な一戦です。日本武道館力道山13回忌興行でございます。たくさんのお客様が入りましたけれども、本当にもうリングサイドのお客様はずっと後ろの方に下がりました。ゴワゴワ近づいております。カメラマンです。しかしアブドラザブッチャーの勇姿、はい、このブッチャーのね、底なしのスタミナと言いましょうか、本当にすごいですね。そうですね、もう私もね、ずいぶん数多くのレスラー見てますがね、はいはいはい、こんな人は初めてですよ。本当です ね
もう今日だって一体何人を相手に戦ったんですか、本当にね、めちゃくちゃといえばめちゃくちゃ、と同時に恐るべき強さですね。そうですね、今開催されておりますオープン選手権でも勝ち点を上げておりまして、まだまだ優勝戦線の一角に残っておりますアブドラザ・ブッチャーですが、どうやら落ち着いた模様でございます。いや、大変な一戦をご覧いただきました。日本武道館、結局大木金太郎対アブドラザ・ブッチャーの世界一の頭突き合戦は勝負がつきません。リングアウトになっております。